はい、こんにちは。ごきげん TV です、今回もですね、よろしくお願いします。で、今回のテーマは、前回アバルトに引き続きフィアットを実際に買って良かったことということで、まあ、僕が、ね、実際に思うところと、あとはセールスマンとして、まあ、フィアットを取り扱って良かったなっていうところをお話ししていきたいと思います。で、アバルトと同様ですね、今日のこの動画に対して皆さん、もしご自身のですね、フィアット買って良かったなっていうエピソードとか、何かこう思い入れがあればコメント欄に入れていただければ、次回ですね、またそのコメントをですね、まとめて動画を一本作りたいなと思ってますので、ぜひ皆さんのフィアットとの素敵な思い出とかエピソード、フィアット買って良かったなっていうことがあればコメントいただければと思いますので、よろしくお願いします。で、ね、今回は僕のまずオーナーとしてフィアット買ってよかったなって思うところなんですけど、僕自身フィアット最初に買ったのは 500X なんですね。で、その後チンクを買って、チンクの C オープン買って、あとはまたチンク、ミントグリーンのチンクを買って、で、まあ、アバルトその間にね、2台購入してるという形で、結構フィアット新車買ってます。はい、まあ、もちろんアルファロメオも買ってるんですけども、で、まず最初ですね、車の価値観が大きく変わりました。まあ、僕、以前何回かね、動画で出してますが、社会人最初の仕事が BMW の営業マンだったんですけど、車ってやっぱり機能、性能、つまり新しい車であればあるほどいいという価値観でずっとやってきたわけですよ。その後ね、BM のディーラー辞めてもプライベートで車買う時も、やっぱり機能がいい車、エンジンがいい車とか、こう機械として優秀なものがいい車だってずっと思ってたんですよ。だから正直初めてね、フィアットに配属、この会社に入って初めてフィアットに乗った時に、なんだこれと思ったんですね。こんな車がよく売れるなと思ったんですよ。はい、まあ、この今だから話せるんですけど、ただ実際買って所有して乗った時に感動したというか、すごくね、カルチャーショックを受けたんですよね。なんか眺めてても可愛いし、乗っててもなんかインテリアの感じ、乗っててもなんか幸せ感じるし、家族と、小さい車なのに家族と旅行行くだけでなんかワクワクしちゃうし、なんかこの小さいコンパクトなフィアット500もしくは 500X も含めて、なんかすごくね、車っていうのは性能だけじゃなくて、車のデザインであったりとか、その存在感、キャラクターであったりとか、まあ、本当に一回ね、以前別の動画で話したことがあるんですけど、フィアット500を買うっていうのは、ね、それこそ美術品を買うようなものだなって一回語ったことがあるんですね。例えば絵を、ご自宅に絵を飾ったりとか、それこそね、美術品、壺を買ったりとか、まあ、壺はあれかもしれないですけど、だからそこに価値が出てくる車っていうのがフィアット500だったんですね。で、それってすごい指向性の高い車じゃないですか。ただ、例えば同じ200万円出したとしても、トヨタのね、車であれば最新の機能がついてたり、ナビがついてたり、なんか、選手安全装備がめっちゃついてたりとか、すごくその、機能とか最新性で売ってる車が、多分世の中って9割だと思うんですよ。9割もっとか。98%、99% ぐらいだと思うんですよ。ほとんどの車が。でもフィアットだけは、唯一全然装備もついてないし、すごくそういったところはスポイルされてるんだけど、非常にね、車として愛着の出る、もしくはなんていうのかな、オーナーさんによってもちろん価値観は変わりますけれども、その存在自体に価値がある車、まあ、ここに価値を見出さない限り、むしろフィアットにトライしてみようってならないのかもしれないですけど、とにかくね、そういった車の価値観を大きく変えられたのが、このフィアットを所有して僕が良かったなって思うことですね。はい、続いて、15年間モデルチェンジしてない、これは素晴らしいことです。なぜかというと、やっぱり15年モデルチェンジしてないっていうのは、長くこの車を愛せるってことですし、で、実際フィアット500、このチンクエチェント、まあ、500X もそうですけど、まあ、大きなモデルチェンジは迎えずにもう電動化に行きますんで、基本的には現行のモデルはこのまま行くという形になります。
はい、それとフィアット500を買って思ったのは、僕はね、ここに書いてある通りボディカラーによってキャラクターがかなり変わるって話をしてるんですけど、実際僕ミントグリーンを、白の 500X 買って、白良かったですね、白の 500X 買っとかったな。で、あとミントグリーン買ったでしょ、 1.2 ポップで、その後赤、今まで赤の車なんて買ったことなかったんですけど、赤のチンク可愛いなと思って買っちゃったんですけど、赤のチンクでしょ、ブルーのアバルトで、またミントグリーン買っちゃったんですよ。で、最後になるって言ってミントグリーン買って、で、黒のアバルトを買ったんで、計5色かな4色か4色、買ったんですけど、どのね、カラーも独特の世界観があるんですよ。こんだけ色によってキャラクターの分かれる車ってないんじゃないかなって思いました。だからそのボディカラーの重要性、 BMW の時は、まあ、白黒で迷ってたら、ね、在庫がある方を売ったりとか、この色ってそんなにこう最も重視されることではなかったんですが、フィアットの営業をやってから思うのは、お客様がいらっしゃって、例えばもう黄色のフィアットが絶対欲しい、青いフィアットが絶対欲しい、このフィアットが絶対欲しいっていう指名買いのお客様も多いんですね。何色か決まってないんだけどみたいな、まあそういうお客様もいらっしゃいますけど、やっぱりキャラクター、色によってキャラクターがすごい出るんで、なんかね、それは他の車と全然違うところだなって思いました。なんかそこは実際にいろんな色を乗って、あ、なんか色によってこんだけ車への思いとか乗った感覚が違うんだなっていうのは、フィアットを買ってよかったなって思うところです。はい、続いて、はい、これは僕独特のねエピソードになるんですけど、セールスマンとしてフィアットを扱ってよかったことなんですけど、まずはお客様のカーライフスタイルがすごくね変わったな、素敵になったなって思うところですね。例えばフィアット500、まあ、他のフィアット 500X も含めてフィアット買ってカーライフスタイルが結構変わったよとか、SNS 活動始めましたよとか、僕のねご機嫌 TV を見るのが楽しみですよとか、フィアットを買ったことによって新しいカーライフスタイル、新しい車の楽しみ方っていうのをお客様ご自身一人一人が何かこう生み出していってる感覚があるんですね。それは僕フィアットのセールスやってよかったなってすごく思うところです。皆さんもね、ぜひフィアット買って、まあ、国産車からフィアット買って、あ、こんな車の世界があったんだ、こんな素敵なことがあったんだってことがあれば、ぜひねコメント欄にいただければと思います。ぜひまとめてね動画で紹介させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。で、もう一つね、セールスとして良かったこと、フィアット買ってね扱って良かったこと、もうこの YouTube を始められたことですよ。この YouTube 始められたこと、もうこれはねカルチャーショックだったんですよ、僕の中で。冒頭お話しした通り、車の価値観が180度変わったんですよ。だから乗らなきゃわからない、買わなきゃわからない、僕は強制的にフィアットのセールスになったんで、そういった価値観を見出せましたけど、世の中の今この動画を見てフィアット買おうかなって思ってる方々って乗ったことがないので、この価値観がわからないじゃないですか。だからなんとかね、微力でも皆さんに、まだフィアット乗ったことない方々にこのフィアットの魅力っていうのが伝わればいいなと思って YouTube を始めたんですね。だからこの YouTube を始められたのって、もしフィアットの営業じゃなくて、例えばメルセデスの営業だったり、BMW の営業マンだったら、僕は今この YouTube をやってなかったと思うんですね。だからすごくね、そこはフィアットに感謝しているところでございます。はい、で最後ね、最後この動画見てくれてる方で、今フィアットどうしようかな、買おうかな、迷ってるなという方ですね、ぜひもうこのままガソリン車のフィアットはモデルチェンジしないので、でもうステランティスグループはもう5年後には全ての車のラインナップが電動化すると言ってます。なのでガソリン車のフィアットもう最後です。ぜひガソリン車なくなる前に一度でいいからね、まあ、中古車でもいいと思うんですよ。所有してみると皆さんの今のカーライフスタイルが変わったり、車への価値観が変わったり、より人生がね素敵になる選択になるかなとは思いますんで、ぜひチャレンジしてみてください。はい、今日の動画は以上になります。And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago.